空が赤い。朝焼けだね。はい。朝焼けは太陽の光が低く、斜めに長く大気を通過するとき、その光が小さな塵にぶつかって散乱することによって起こる現象です。今日は風が強いですから、きっとたくさんの塵が舞い上がって、ことさら赤く見えているのだと思われます。聞いていますか？うん。赤くてすごいね。そうですね。綺麗ですね。綺麗。そういえばさ、聞きたいことがあるんだけど。はい。使用者のお役に立つことが PF の使命ですから、何なりとお聞きください。あのさ、銀色の髪をした女の子を見かけたりしなかった？銀色の髪の女の子ですか。お待ちください。今データベースで検索を。その電力不足でデータベースの圧縮済みファイルへのアクセスは控えておりまして、すべての記憶を操作したわけではないのですが。知ってるの？はい。あ、いえ。どっちさ？どうやら、私の確認できる記憶の中で、銀色の髪の女の子は、見たような、見ていないような。見たの？見たような、いや、でも、見ていないような。そっか。見てないのか。あ、でも、その女の子がいる場所の予測は可能です。というか推測なのですが、他に人がいるとすれば、先ほどの駅から続く地下の商店街がありまして、そこは大変賑わいのあるところでしたから、あるいは。人がいるかもしれないの？はい。かつては賑わった場所ですので、ひょっとしたら、いるかも。知れません。その商店街にはどこから行けるのさ？先ほど我々が通ってきた駅の2階から地下商店街への通路が伸びています。しかし通常その通路をロックされています。でも大丈夫です。おそらくその通路の鍵はこの先にある倉庫の中に保管されていると思われます。80% の確率で。わかった。この先にある倉庫に向かえばいいんだね。そうです。倉庫の中で、金メッキの細長い鍵を見つけてください。その、くれぐれも気をつけてくださいね。うん、わかってる。